結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション、結婚式は愛の中でです。それでは早速ご紹介しましょう。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。よろしくお願いします。広松かな子です。よろしくお願いします。すごいやっぱなんかステージ舞台とかで慣れていらっしゃるからかこう振り向き方が可愛い、なんかあっって感じが嬉しい。ありがとうございます。ねえすごい、今週も素敵で本当に、はい、あれです、後ろもやっぱりたっぷりボリュームが。そうです、後ろ姿も可愛い。ねえリボンになんかお花がついて、また違ったデザインのリボンがついてるんですね。はい、かわいい。可愛くてお気に入りです。ねえ後ろ姿もなんか上品で甘くて、ほんとプリンセスって感じがとっても似合いです。ありがとうございます。かわいい。ということで今週もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの平松かな子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かな子の、かな子のはアイドル衣装デザイナーとしても活躍されてるんですもんね。そうです。すごいよね。なんか、SK 卒業してすぐに、109系ブランドのハニーシナモンっていうブランドのプロデューサーになって、そこからデザイン業を始めて、でそのアイドル衣装はそのアパレルとはまた全然違う側面があるんですけど、そのアパレルをやってるからこそっていうのと、自分がずっとアイドルをやってきたからこそ作るアイドル衣装デザインって、なんか他の方とかデザインするものと違うものが、その表現できるんじゃないかなって思って始めたのがきっかけ。だって着る側の立場だったんだもんね。はい、なんでもっとこうだったらいいのになとかもやっぱ当時ありましたし、そこライブで実際動いてみてとかね、この生地だとその体が痛いなとか、その生地、そのそういうの両方の気持ちが分かるから、なんかやったらいいんじゃないっていう声を周りからいただいて始めたのがきっかけって感じ。どうやって最初デザインしていくの？そうですね、その運営さんの、例えばアイドル、こういうアイドルグループのコンセプトだからこういうテーマでお願いしますって完全に決めていただいた中からやる場合もありますし、自分でそのアイドルさんの楽曲だったり歴代衣装だったりお顔だったり体型を見させていただいて、自分完全お任せだったらそこからテーマを決めて作っていくっていう過程で、ハッシュタグ平松かな子デザインで検索していただくと歴代の衣装がバーって出てくるんだ。出てくるんですけど、なんかウェディング衣装のいいなって思うところは、やっぱその一夜限りの花嫁衣装なので、どんなに苦しくてもどんなに暑くても、皆様それよりも見た目を選んでくださるじゃないですか。そうだね、写真が映えたいしね、と思うよね。でもライブアイドルだとやっぱり暑さとか体力勝負なので、しかも1回だけじゃないもんね、何回かリリースに何ヶ月って着る衣装になってくるので、その何を求められているかっていうポイントが違うと、やっぱデザインにもすごく規制がかかってしまうというか。そうだね。もしさ、かなかなが息子のエルブライトハウスさん、とコラボして、ウェディングドレス作ります、お願いします、デザインをって言われたら、どんなのを作ってみたい？
そうですね、やっぱホワイト系のウェディングドレスって皆様一着目に選ばれると思うので、うん、私はお色直しのドレスの方を担当したいです。華やかなお花だったり、うん、カラーを使ったドレスは、うん、そのアイドル衣装デザインやってた経験も存分に生かされるんじゃないかなと思って、チュールとかオーガンジーがすごく好きなので、うん、華やかなドレス作りたいですね。なんかかなくなんかいると可愛いのがなんかできそう、ね、見てみたい。可愛いのを作りたいです。ねえ、そっか、アイドルデザイナー、衣装デザイナーが作るウェディングドレス、はい、見てみたい。いつか自分のドレスで結婚式とかあげられたら最高だなって思います、うんうん、ねえ、うん、オーダーメイドされる方も ね、 ね、いらっしゃったりするもんね、うん、いやいつか見てみたいなと思います、ね、はい、はい、偉い方ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますはい、ということで、リスナーさんの皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。これはラジオネーム高月加納さんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、私にとって野中さんは大好きな作品である月歌の、うん、あ、戸川千紗ちゃんの CV を担当されていて、平松さんは月歌の舞台にて天童院椿ちゃんを演じられていて、大好きな作品に携わられている方々がある意味次元を超えた共演をされるとのことで、うん、とても嬉しいです。自身が体験した結婚式エピソードとのことですが、私は自分の結婚式で自作したドレスとタキシードを着せた、あ、月うさんをウェルカムドールとして受付に飾りました。そして披露宴の BGM はアニソン縛りにしました。笑い。もちろん女神ちゃんの曲も流しました。嬉しい。式を挙げた当時はまだ女神ちゃんたちのユニットソングも全体曲もなかった頃だったので、もし仮に今式を挙げるとしたら絶対にユニソンと全体曲は BGM のリストに入れると思います。わら。平松さんは結婚式で流したい曲はありますか？そうですね、うん、ペティートメラーさんとか、うん、そのガーリー映画に登場するような BGM を流したいです。でもこの方の、うん、私がデザインしたアイドル衣装とかを作って、え、なんか月うさちゃんに着せて、いつも持ってきてくれたり、あとダッフィーちゃんとか、うん、シリーメイちゃんに着せて、うん、持ってきてくださるんですけど、うん、本当に二折りの生地を探して作ってくださるので、うん、いつもすごい、すごいね、本当にすごいです。だって小さくする作るのもまたきっと大変なんですよ。大変だと思いますし、その情報が画像しかなかったり、うんうん、動画とかで、うん、よくここまで忠実に再現してくださるなと思って。そうか、後ろとかね、なかなか見えないもんね。もう完璧にいつも着せて持ってきてくれたり、うん、実際にいただいたこともあって、うわ、めっちゃ感動しました。嬉しい、自分がデザインしたのって可愛いね、うん、もうすごい、嬉しいよね。嬉しいです、うん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 、続いてもう一つ行けますかね。じゃん、これはラジオネームカッキーさんからいただきました。ありがとうございま す, います、結婚式がテーマという珍しい番組でどんな話を聞くことができるのか楽しみにしています、結婚するとどちらかの名字が変わると思いますが、平松さんは画数診断だったり、画数診断かだったり、はい、相性診断みたいな占いは信じるタイプですか？めちゃめちゃ信じます。お、占い信じやすい？はい、うん、し、私のかな子っていうのも、うん、お寺でつけていただいていて、その名字に合った画、うん、画数とかでつけていただいてるので、うん、大大大吉なんですよ、自覚の診断とかすると。すごいね、だから旦那さんによっては自分の大吉を失ってしまうじゃないですか。そうだねやだって思ってます。もうね、絶対時に渡ってね、すごい完璧な今自覚すぎて、うん、芸能の名前はもうこのままとか、うんうん、でもいいかなって思ってます。そうだ、私もずっと野中いたよ。あ、やっぱそうですよね、うん、それがいいかなって思ってますね。確かに、うん、かなかなは神社巡りも好き？好きです。じゃあおみくじ引いちゃった時はそれも結構信じちゃう？そうですね、うん、でも私2回連続大凶を引いててなんかえって思ったんですけど、うん、なんかその時
そのお寺の方が一緒についてくださってて、うん、あのその神社神社でその都度おみくじを引くといいですよって、1年に1回とかじゃなくて、そうなんだ。でその時あなたに必要なメッセージだから、うん、別に代表だからって落ち込むことはなくて、うん、そこに書いてあるあなたに向けたメッセージを受け取るだけでいいんですよってすごい朗らかな顔でおっしゃってました、うん、そうなんだ。でも私だったらなんか次の日すぐ神社行ってもう一回引きたくなっちゃう今回あやったこれ変わったみたいな変わったみたいな、なっちゃう。確かに私はもう結構割とああそうなんだって気をつけようって言って結んできました、うん、ありがたいありがたいありがたいアドバイスありがとうございます。はい、そうなんだ。1年に1回じゃないとダメだと思ってた。なんかその神社神社で神様が違うし、うん、その今自分の周りの起こってる環境も変わっていくじゃないですか、うん、だからその行った時にもうご縁がある神社ってことだから、うん、そこで毎回おみくじを引いてその神様からのメッセージ、うん、アドバイスを受け取るっていう感覚みたいです。そうなんだ。わーいいこと聞いた、うん、じゃあお正月引いてダメだって言ったらもう一回違うところでまたねちょっとアドバイスをもらったらいいよね、はい、ポジティブに生きられるね、うん、ああどのことですかキーさん。ありがとうございました。もう一ついけるかな。はい、ラジオネームじゃじゃん、京都のアヒルパパさんからいただきました。ありがとうございま す。かなかなのウェディングドレスめっちゃ楽しみです。ところで私は26年前大阪の水族館の海洋館の大水槽の前で人前式を行い、ジンベエザメをはじめ多くの魚たちからもお祝いをしてもらいました。素敵、すごいね。できるんだね。いいですね、海洋館で、うんうん。かなかなは、結婚式でオリジナリティあふれることをやりたい方ですか？はあ、そうですね、うん、でもなんかその海外ドラマにあるようなカジュアルなパーティーにすごく憧れます。おなんかもう会費制とかで、うん、もうなんか気軽に遊びに来てよみたいな、うん、大好きな人を集めたパーティーみたいな感じがいいなって思いますけど、うん、ペックル、あ、私サンリオのペックルってご存知ですか？どんなか、アヒルのペックルっていう、うんうん、あ、横向きの、あ、違う、こういうなんかなんかもうチュチュってアヒルって感じのキャラクターがいて大好きで、うん、今年のそのサンリオ総選挙があったんですけど、うん、もうファンの皆さんとタッグを組んで、お、押してたの？はい、宝くじメンバーの選抜に入れたかったんだ。入れました。あ、入れたの？はい、ずっと入ってなかったんですけど、うん、まあ、もちろん私のファンのだけの力ではないんですが、うんうん、あ、これ大好きで、うん、青い T シャツ、毎日投票と、まあ、課金して、うん、1ヶ月間みんなで頑張って、うん、その一番いい10位以内には入れなかったんですけど、うん、そうサンリオ宝くじのメンバーには入れて、よかったね、本当にだから来てくれたら嬉しいですね、結婚式とか。おお、ピックレが来てくれたらすごい嬉しいですけど。おー、はい、そっかそっか。でもいいですね、水族館とか動物園とか、ね、いいよね、うん、水族館好きとかね、なんか初デートの場所がそうですね、ね、水族館とか、うん、ね、思い出になりそうですよね。ディズニーランドであげられる方もいるじゃないですか。あ、そうだね、あ、すごい素敵だなって思います。ミッキーに来てもらったりとか ね、プリンセスになれて、うん、素敵ってね。なんかプリンセスの同じドレスとかもプロデュースされてたり ね、するからね、うん、憧れます。確かにサンセルモさんの代官山の方にもあるんですけど、式場が、うん、そちらであのセーラームーンとかのコラボのドレスもあったりとか、世代をついてきますよね当時本当に自分を作り上げてくれた世界観のアニメと か、 うまいなって思う。うまいね、はい、あ、さすがデザイナー、すごいすごい惹かれます。あ、そっか、確かに憧れるよね、うん、憧れます。着てみたいと思うもんね。思います。わあ、そうなんだ。はい、ということで皆さんメールお手紙いろいろありがとうございました。以上になります。この後は番組コーナーにお付き合いいただきます。はい、君がいた日々の思い出は今も
画は続いていく。株式会社サンセルモ。ずっこけちゃう私だけど、しっかり支えてね。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネームトミーさんからいただきました。ゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。続いてはこちらのコーナーをお届けします。聞かせて理想の旦那様ランキング。イエーイ。ということでゲストのかなかなに答えてもらった理想の旦那様についてお話していきたいと思います。はい、まずは作品の中の理想の旦那様ランキングです、はい、では参りましょう。第3位はタレントの杉浦太陽さん。作品じゃなかったですね。ウルトラマンだけど、でもまあ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 急に3次元みたいな感じになってしまったんですけれども、ね、選ばれた理由は、まあ辻のぞみさん、私ハロプロがすごく好き で、うん、で辻チャンネルとかも見てるんですけど、うん、あの杉浦太陽さんほんとすごくて、うん、辻ちゃんが何かを頼んだら、うん、3秒以内に動くって決めてるんですよ。おーすごい。すごくないですかそれって。あ、ちょっと待ってねとか言わないってことだよね。そうです。後でやっとくとかもなくて、うん、言われたら絶対に3秒以内に分かったって言ってその叶えるって決めてるっていう風におっしゃってて、うん、なんて素敵な旦那さんなんだろうっていう。確か喧嘩にならなさそうだよね、うん、なんかその慣れてやっぱり長いですしお子さんも多くて、うん、なんか慣れてくると思うんですけど、うん、こうなんだろう、お互いをこういい形で続けていくための努力をすごくされてるなって思って、すごく素敵だなって思ったのがきっかけで。理想の旦那様でもあって、なんか理想のパパ像でもわかるよね。料理とかも作られるので、うん、なんかすごく一緒に子供を育ててるって感じがすごく素敵だなと思って、うん、いいね。魚とかバシバシとかさばいてほしい。そうです、さばいてます、ね、うん、え、かなかのお料理は。お料理は、うん、あの舞台中以外は、うん、するんですけど、舞台期間はもうヘロヘロで、うん、全然できないです。あ、じゃあ舞台中はじゃあなんか支えてくれる旦那様とかだったら。いや、もう最高です。栄養管理とかもねバッチリしてくれてね、はい、すぐ好きになっちゃうと思いますすぐ好きになってくれる。じゃあ続いて第2位は、2位は白王旗の斉藤はじめさんです、うん、おー、またガラリと雰囲気が変わりました。そうなんですよ。私その二次元が好きになるきっかけが、うん、乙女ゲームの白王旗っていう作品で、うん、そこからにあの二次元同好会にも SKE48 の時入らせていただいたんですけど、うん、で初めてその推しっていうんですか、うん、初めて好きになったキャラクターがその斉藤はじめさんで、そこからずっと好きですね。わあ、CV 鳥海さん、はい、ってことはちょっと無口な、はい、いい声の、いい声感じなのかな。はい、なんかその無口だし感情表現がこう豊かではないんですけど、うん、ずっと誠実で、うん、その一貫したなんていうんですかね、木みたいな人なんかずっといつあっても同じ変わらないその安心感とか包容力だったり心強さがあって、もう本当理想のキャラクター。そうなんだ。守ってくれるのもいいなって思います。あ、いいね、守られたいよね。守られたいです。そうだよね、頑張ってるもんね。はい、うん、そして第1位はクレヨンしんちゃんの野原ひろじです。わー、これはもう選ばれた理由は、わー、もう、うん、そのクレヨンしんちゃん その野原ひろじのエピソードって本当にいっぱいあって、うん、どれもすごく奥さんを思った行動、うん、でそこがしかもそれを奥さんに気づかれないところでやってて、うん、それがすごく愛の形だなって、うん、いつも思わさせていただいて、さっき X とかで、うん、ヒロシは最強の旦那だとか、そうだね、そのヒロシさんの素敵なエピソードが流れてきたりするんですけど、うん、改めて理想の旦那さん、いいよね。もう本当に素敵だなって思います。なんかちょっと靴下臭いとかさ、うん、そういうのいじられたりするけど、うん、なんかそういうのも含めてなんか含めてもう愛おしい。いいね、はい、いいよね。最後はやっぱり中身だなって思う。
思わせてくれるのが野原ひろしさん、うん、かっこいい。このいいね、このランキングがなんかもう異様なランキング、写真をね貼ってくださってるんですけど、そうそうちょっと写真がね飾ってたのに一貫性ないですよね。ねえ、うん、いやでもなんかちゃんと選ばれた理由があって、そうですね、ねえ、はい、うんうんうん、続いては、未来の旦那様に求めることランキングに行きたいと思います。お、これは答えを聞く前にプランナーの中が予想してみたいと思いますが、私の予想では未来に求めることだから、なんかでもこのラインナップを見てると安心感が、うん、あなんか受け何事もこう受け止めてくれる、うんうん、かなかなのずっこけもこうあははって笑ってこう受け止めて優しく包んでくれそうなタイプが入ってると思いますが、じゃあ実際はどうか、はい、かなかなに聞いてみたいと思います。第3位は経済力、生き抜く力です。おお意外とリアルだったそうですね、やっぱり私ウォーキングデッド大好きで、ゾンビ映画とか、うん、あとはバイオハザードとか大好きなんですけど、やっぱ生き抜く力がないとちょっと旦那さんとして頼りないなっていうそうだね、いきなりね、はい、そうだね、なんか強い人がいいですね。突然ね世界はゾンビになっても、なってもね、なんか活躍してくれそうな人がいい。あとはシンプルにその、うん、なんだろう、経済力めっちゃお金持ちじゃなくていいんですけど、うん、その責任だと思っていて、うん、お互いにこう一緒に歩んでいくために、うん、最低限のちゃんと働ける人がいいなって思いますね、うん、大事だよね、うん、じゃあ第2位はきちんと向き合って話し合える、話し合える人大事、はい、うん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 、なんか男の人ってなんかこう直接こう向き合って、うん、その議題について話すの苦手なイメージがあって、そういうイメージあるね。でもやっぱコミュニケーションが一番大事だと思うので、うん、きちんと一つ一つに逃げずに向き合って話し合ってくれる人がいいですね、うんうん、なるほど大事ですね。続いて第1位は誠実さ、誠実さか、はい、もうこれに尽きると思います、うん、どういう面で誠実であってほしいですか、うん、嘘をつかないとか、うん、まあ、小さなことなんですけど約束を守るとか、うん、その相手に対してお互いリスペクトがあるって感じられる関係性がすごく理想ですね、うんうん、なんか自分がやっぱ大事にされてないなって思っちゃったら、うん、自分自身が曇っていくと思うんですよ、うん、でもなんかその恋愛とか結婚ってお互いがいるから輝いていくものであってほしいっていう理想があって、うん、ぶっちゃけ一人でも生きていけるじゃないですか今の時代そうだね、今の時代はね、別に一人でも生きていけるから、結婚しなくてもいい時代みたいなね。そうなんですよ、なんかあえて一緒になるんだったら、うん、その誠実であってほしいです。うーん、お互い高め合える関係だったらなおいいよ ね、はい、じゃなかったら一人でいいって思っちゃうタイプなのでその誠実な人が野原ひろしさんみたいな、うん、あったかい人がいいですね。いいよね、うん、大事、どれも大事だったね、この今ランキング、ね、トップ3ね、うん、大事だと思います。大事だった、うん、はい、ということでアンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。ありがとうございました。そして残念ながらかなかなとはそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、まずはお知らせをお願いします。はい、私は普段舞台に立っていたりラジオのパーソナリティをやってたりアイドル衣装デザイナーをやってたりいろいろ多岐にわたって活動してます。詳しくは X とか Instagram をフォローして応援していただけたらとても嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひチェックされてください。はい、そしてここで番組からプレゼントのお知らせです。アイナカフォロー&リポストキャンペーンを実施します。ご応募いただいた方の中から抽選で1名様に今回のゲスト平松かな子さんのサイン色紙をプレゼント。応募方法ですが、アイナカ公式 X をフォローしていただき、フォロー&リポストキャンペーンのポストをリポストしてください。詳しくはこの放送は後、番組公式 X にてお知らせします。応募の締め切りは10月4日金曜日23時59分です。皆さん、この機会をお見逃しなく。
ということで、はい、2週続けてご出演いただきましたがいかがでしたか。いやもう本当に楽しい時間でしたし、あの愛さんとすごくご縁が、うんね、たくさんつながってるんだなと思って、の面白い、なんか続けてればいいこともたくさんあるんだなって思った、はい、時間でした。ありがとうございました。私もこんなにまさかつながってるとは。いや本当にあのやっぱ声優さんと一緒にお仕事する機会って本当に少ない中で、ね、これだけこう共通点があったっていうのがすごく嬉しかったですね。本当にもうこんな可愛くウェディングドレスを着ていただけて、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお色直しのね機会とかでぜひ遊びにいらっしゃってください、はい、ということで、はい、ゲストの平松かな子さんでした。ありがとうございました。バイバイ。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで2人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。セルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてまいりました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはあいなか @joqr.net、 あいなかをローマ字にしてください。番組公式 X とインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもウェディング_あいなかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは10月5日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。来週のゲストは、来週はですね、田野あさみさんです。理想と妄想の結婚バラエティをお楽しみに、ということで第287回目の放送でしたが、いやー本当この距離で見るかなかなを皆さんに見せてあげたいくらい可愛かったです、ね、ぜひアーカイブもね、先週のアーカイブもありますし、皆さんぜひ YouTube の方もチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それではまた次回、エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で。バイバーイ。この番組は、感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。